よいしょ。毎日ウトキャス、毎日ウトキャス。え、ね、えひ、えー、ろしキャスからの。かっこ、勝手妊婦キャス、無キャス。よいしょ。キーきい。ーじゃないけど。 よし。皆様こんばんは。<laughs> 鹿児島県会議員のうとけいこと申します。ようこさんこんばんは。来てくださってありがとうございます。もう皆さんこんばんは。ありがとうございます。はしごしてくださってありがとうございます。日曜日のものすごいお忙しい時間帯だろうなと思いながら、えー、6時からの広し客数に続き、えっと、7時24分から、 うッドヒマ、嘘や嘘でしょ。<laughs> えー、7時24分からウトキャストをさせていただこうと思います。私も先ほどまでの、えー、川内博士さんのヒロシキャストに、えー、ゆみさんこんばんは。えー、と、7時から、なんとか、えー、6時ちょっと前から、7時ちょっと前から、えー、と、参加しまして、いやー、さすがだなー。と。 感動しながら、えー、拝聴しておりました。えー、皆さん、こんばんは、ありがとうございます。えー、警戒芸能のトケと,と申します。松島さん、配信ありがとうございます。と言ってくださって、ありがとうございます。来てくださって、ありがとう。え、のんちゃん、アカウント作ったのすごい。なっちゃん、ひろし、すごいっす。ほんと、ほんとですよ。レオナさん、お疲れ様です。s さん、こんばんは。ひろしキャス、コメントせずにゆっくり見てました。うん、わかる。もうなんか、 メモを取りたくなるよね。っていうか、メモを取りたくなるよね。二回言ったけど、私、あの、ちょっと、えー、家事をしながらだったので、メモ取れなくて、あれだったんですけれども、えー、ありがとうございます。ようこさん、なっちゃん、げたんたんさん、とらちゃん、ありがとうございます。ということで、えっと、コメントしてほしい。<laughs> え、私、そう。コメント、もう、 もうなんていうか、すごいね。やっぱ、あれですね。中のですね、この間、えー、あの、ある人と、なぜなら私ばっかり書いてるから <laughs>。そんなことなくなかった。なんかすごい、中野先生がいらしたもんね。わあ、ツイッターでよく見る中野先生だ、みたいな。 天美から帰宅お疲れ様と言ってくださってありがとうございます。寒いんですよ、今。家事してたんですけど。鹿児島寒いね。洋子さんと松島さんのコメント勉強になったです。さすがです。本当ですよね。情報趣味のモンサさん、ありがとうございます。料理中はコメントできない。<laughs> そう、そうだよね。あの、 でかこの時間皆さんこうコメントできなくなくい私今から人参じゃなかった玉ねぎの千切りしようと思ったんだけど「ひろしキャス」が終わったからもう何はともあれ自分のキャスだみたいな <laughs>。 えー、今日は息子はですね、今ちょっとまだ、えー、さっきまでお昼寝してて、今も、えー、いとこたちが、息子のいとこたちが帰ってきてるので、ちょっとそっちに、えっ、ー、と、行かせてもらってます。のんちゃんが、えー、川内博さんのキャスで秘密ことキャ、秘密記事のことに触れてもらいました。ぜひとも会いに来てくださいと速攻コメントしていただきました。はい、私もそのコメントと質問聞いてて、あの、ゆみさんが、うとけんと言っていいですかって 言ってくださってたのでガンガン行きましょう <laughs> はい川内さんのところに行きましょう行きましょうえゆうこいけさんこんばんは今日は寒い今日鹿児島寒いこれは急にですかね寒いです今とっても、えー、息子に風邪をひかしそうで怖いドラえもんの視聴者をそっくり撮る戦略の宇宙デッカャギャバンみたいでいいと思います今そういうアニメがあるんですかよし私はじゃあ宇宙 宇宙の都と書いて「ウトなので宇宙でかギャバンになろうと思います」ありがとうございます <laughs> えっと何だったっけさっきなんかしゃ,しゃべりかけたけど忘れちゃったよ「S さん昨日まで冷房つけてたのそりゃ寒いそりゃすごいな奄美は扇風機がまだ出ててちょっと扇風機笑うけどまだいるよねみたいな話してたんですけれどもということでえっとですね ごめんなさい。あはいえー、っと森本さんありがとうございます。今日も毎日トキャスやります。広しキャスのお客様視聴者のお客様を根こそぎ、えー、取る戦略を。 さあ、どれだけできるかな <laughs> 車中は暑いですかねっていうか、あの、皆さん日曜日の7時28分は大変お忙しいと思うんですけれども、来てくださってありがとうございます。えっ、ー、とですね、あ、そうそうそうさっき、さっきね、あの、さっきね、この間ですね、あのー、せ、ある政治家と話していて、まあ、えっ、ー、とですね、仕事ができる、政治家としての仕事ができるっていうことと、票が取れる、 政治家ってイコールじゃないってことが分かってきましたみたいな話を私はしててですねいやですよねでだよねっていう話をあの本当に先ほどのヒロシキャスをあの拝聴していてもねここの今見てくださっている皆さんはみんな同じ思いだと思うんですけれども あ松島さんがチーム関さんにこれなっちゃんのことかなだよねええー、加減なことしか言ってなかった <laughs> 私記憶がだとおっしゃってますいや松島さんは知恵袋ですからちなみにこのレスのつけ方を教えてほしい私できないあまちゃんさんこんばんはありがとうございますある政治家はというはあるということは他党の方あいや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 私あのお友達とそんな話してたんですよあのね政治家 仕事をする、仕事ができる政治家、イコール、選挙に勝つ政治家だったら、どんなにいいかって思うんですけれども、まあ、限りある時間の中でこ、こう、有権者の方に会うことをひたすらする政治家と、もうとにかくその、ね、問題を解決しようと思って勉強をして、 で当局の方当局にまあ追求していってっていうのってどっちに時間使うかって「レ <laughs> オナさんそんな私の <laughs> 育児で手いっぱい <laughs> ありがとうでも頑張ります」どっちにどっちに時間を使うかってその政治家のやり方政治家さんのやり方次第だと思うんですけれども。 でもやっぱりこうね、それこそ地域のお祭りを回ったりですとか、式典に出たりですとか、そういうことをこまめにする政治家さんは、すごくこう、やっぱりね、顔を覚えていただけるし、 でもあのやっぱりあの昨日を私奄美の式典にもお邪魔したんですけども行くのすごく悩んだんですよ実は70周年式典昨日のツイキャス見てくださった方にはちょっとお話ししましたけれどもあのえっと奄美が日本にもろ手を挙げて嬉しいで復帰したのかなっていうところに疑問があって。 私にはだからなんかマトんちゅうだから私は山とっちゅうがなんか「ああ奄美日本に帰ってきて70周年万歳!」ってのんきに言うの私は違うのかなって思ってすごい悩みながらの出席だったんですけれども。 なんか一つ、まあそのね、式典一つに出るのも、まあそのね、あの、まあ考えもいろいろあるだろうけれども、そういうイベントごとにとにかくたくさん出て、とにかくいろんな人に偉い人とかに挨拶するのが政治家の仕事だ、みたいな、悩むところですよね。 えー、選挙に強い人イコール仕事ができる人とは本当に限らないですよね。と私はそう思っちゃったんですよね、最近ね。選挙に弱いなんで川内さんに言わせたくはなかったですね。え、川内さん、ご自身がそうおっしゃったんですかね。でもなんかさ、悔しいですね。 育児しながらの政治はとっても大きな意味がありますと言ってくださってあり、リアさんありがとうございます。地方、地域周りはしっかりしてる方でも、国会では寝てる議員で当選する議員、まずもね、あの、だから実際にですね、まあでもなんです。そうやって皆さんにお会いして、ご用聞きをしてっていうのも立派なことだと思うんですけど、野党だとそうはいかなかったりするじゃないですか。その、ミスを見つけるというか、その、 批判するのもたすごく大切な仕事で批判というかその政策はまちこの方法は間違ってるんじゃないですかなぜならこうだからですこうだからですなぜなら根拠を膨大な勉強量で詰めていく必要があるのであの出てきた当局側の政策はわあよかったよかったっていうだけではやっぱりいけないのでやっぱり膨大な 勉強が必要だなっていうふうに今思っているところです。えっと、レオナさんが寝るな。議会や委員会で寝てる議員、本当にがっかり。おっしゃってます。はい。えっと、今日はですね、あの、面白いことをめいっ子が教え、言ってくれたので、それをお話ししたいなと思うんですけれども、えっとですね、自分のことで手い なのにその自分のこともままならないのに、えー、社会、まあ、彼女にとっては拘束を変えようとかその他人のために動こうなんていうのはおこがましいと思うっていうことをめっこか言ってくれましたすごい私、あのー、非常に勉強になるコメントだったなと思って今 <laughs> あの今、それを考えながらうん、家事をしておりました。えっとですね、そう,そういえば今度、うっとさんの名刺ください。あ、もう私の名刺なんかでよかったらもう、いっぱいもらってください。手裏剣のように配ります。 ということで、ただその前にですね、私昨日、あの、主婦の話をしたいっていうことを言ってたので、そっちをあのお話しして終わろうと思うんですけれどもですね、私の友達が、えっ、ー、と、女性がですね、あの、イベントの、えっ、ー、と、スピーカーっていうんですかね、としてゲストで呼ばれたんですよ。 そうなんです森本さんおこがましいそうか考えちゃいますよねこれでも本当にねすごく控えめな言葉でありながらなんですよちょっとこの話でももうちょっとあの練、ね、ってからするば、まあちゃん校則について考えることは他人のためだけではなくて自分のためでもあるんですよねおっしゃる通り 川内さんと宇土さんって嘘を言わない有権者にまっすぐこの人が目指している日本が見てみたいと思うところが似てるなと思いました川内さんと似てるって言っていただけるなんて大変恐縮ですありがとうございますがん頑張ります私が目指している日本やっぱりでも子供たちが幸せなことですよねヒロさんはてなはてなって言ってくださってあの私ね思ったんですよ不登校のね子供が問題 不登校が増えてることが問題でこうなんかついつい考えがちだけど、やっぱそうじゃないなってこの間思って、不登校がね、いくら増えようと、自分で学校に見限ったとかですね、自分がやりたいことを見つけちゃったとかですね、そういう、なんか S さんがすごいこと言ってるから無視しよう、えそういうですね、 あのそういう子たちもいるんじゃないかなコロナ禍であこれ今行かなくてもいいんじゃないって思っちゃったヒロさん学校という組織構造がいびつなのではあの私も学校という組織構造に問題がないとそして学校側が思っていることが問題だと思っていてそうそうですねただだから私ね不登校が過去最大がそれが問題だってなんか自分の文脈でも言って ちゃっっててるる感じがあるなって思ったんだけど私が望んでるのは学校に行ってようが学校に行ってまなかろうがその子が幸せだったらそれでいいんだよな改めてって思ったんですそういう意味であのユミさんがさっき言ってくださった日本が目指してるに,に目指してる日本は子供たちが幸せだったら 優しい社会になるっていうことが思ってるんですけど、それで主婦の話にとりあえず今日は戻るんですけども、おっと、なんかまたレオナさんもなんか言ってるからこれも無視しよう。あのですね、お友達がゲストスピーカーに呼ばれたんですけれども、肩書きがね、あの主婦って書いてあったんですよ。で、あのそのご本人も、このポスター そのチラシの肩書きに注目して、苦笑みたいな感じで、パッて見て、主婦って書いてあって、主婦っていろいろ思わされるなあっていうふうに思ったんですよね。あのー、近代の学校制度は、工場労働者の両親の子供の託児所として始まりましたからね。ああ、なるほど、なるほど。そうですねあの 福祉もそういうところがありますからね。えっと、教員も行きたいっていうまで我慢も必要。あ、あ S さんね。あの、不登校の子供ちゃんが、今日、うんと、行きたい。 っていう気持ちになるまで、先生方にも待ってほしいよねっていう話ですよね。先生方も待てるよゆとりがあるといいですよね。えー、トラはご飯を食べながら、<laughs> ウトキャス拝見。いやいや、食べて食べてご飯ありがとうございます。ヒロさん、主婦、主婦。で、はうん、首をかしげてらっしゃる。主婦というのは、えっ、ー、とー、 主にまあ家事・育児を担う人であって、極めて個人的な情報がそこに入ってきますよね。結婚して、えー、夫が基本的に仕事をしている、あるいは妻が基本的に仕事をしていて、えー、自分は家事・育児を、まあ、主に担っている人間である。結婚しているかどうかって極めてプライベートな情報だと思うんですけど、それって肩書きなのまずって、まず思って。 ののとんあのただ私も主婦っていう肩書きに「ん?」って思ったこと自体がこれは私の偏見って思ったんですよ。だけれども社会がまだ今主婦という、えーかえー、立場を社会ん職業的ん 経済的価値として、あるいは個人の独立した個の人格として、認めてるかと言われたら、認めてないじゃないかな、と思うので、やっぱり、その、この間も、えっ、ー、と、とですね、男女共同参画局の局長が大抵女性になるのが、えー 問題で、それは、そういうところこそ男性が局長になるべきだって言っていた、えー、秋丸先輩に、まだ社会がそこまで追いついてないんですよ。理想論はそこかもしれませんけどって言ったのと同じで、えっと、その、主婦という概念が社会的に、うん主人に使えるもの、 というふうに認識されている間にその肩書きをしかもその肩書きをですね彼女本人が肩書きは主婦ですと言ったわけではなくって主催者さん側が判断して主婦って肩書きを書いたんですって私がそれをされたら私だったら怒るだろうなでも だろうその主婦という肩書きに自,その、えーえー、自信を持っているというか、えー、プライドを持っていらっしゃる方ももちろんいらっしゃるわけですからあのそれは何ですかね人それぞれの価値観なんだろうと思うんですけれども。 おっと、シントランさん、コンテニコありがとうございます。オキュペーションの話のはずなのに、ヒロさん、選挙制度の問題なのでは、まー、あ、ちゃんさん、カリスマ主婦もいますからね。えっ、ー、と、そうですね。自分で選んでるならいいと思うんですけれども、その、なんだろうな。ただね、その女性は、あの、お店を経営もしてるんですよ。 それでも主婦っていう肩書きを、しかも勝手につけられる。こうもなすっごく燃やるなぁと思ってですね。で、私自身は、えっ、ー、と、法律上のシングルマザーで、事実上のワンオペ育児というか、息子と二人暮らしなので、主に稼いでる人であり、家事、 育児も主に担当している人間なので、私も主婦 <laughs> って思ってん <laughs> ってなってようこさんが私もそう思って無職と言ってたら主婦じゃんと言い返されたの主婦って,、えー、とてそ,うそもそも定義がねえっ、ー、とはいもっと福岡県議の堤さんも今や衆議院議員ですからねということですあれ ヒロさんがやっぱりあれだな。なんかおっしゃってる意味がちょっとわかんないな。えー、っと、選挙制度の問題なのでは何の選挙制度だろうま、もうちょっと説明していただけたら嬉しいです。まん、あ、ちゃんさんありがとうございます。お茶。そうなの。経営者じゃん。そうなの。ヒロさん、あ、ある年齢差、そこにピックンとくるん、ね、で、これいい意味悪い意味えっと、あ、すごいません。めメ語でごめんなさい。<laughs> 肩書きいらなくないあ ああ、なるほどですね。うーん、まあ、そっかそっか。そういう考え方もありますけれども、あの、そのチライベントにおいては、まあ何、5人ぐらいのスピーカーさんがいて、この人はこういう、なんかそのね、あの、 簡単な人物紹介がチラシに載ってて、まあ、どこどこの准教授だよとか、こうこう,こうだよとかって中で、女性が一人だけいて、その方がまあ主婦っていう風に肩書きがついてたんですけれども、なので、まあ、肩書き、まあ、そもそもそうですね、肩書きに日本にいると、そこにきこうついつい気にしちゃう、あのね、結婚式の参列とかもさ、肩書きがバーって載ってますもんね。 必ず投票する層はいるから、その層に向けて発信するためかなとか、悪い意、ね、味あ、悪い意味あー、なるほど。あ、んんんちょっとごめんなさい。選,選挙の話… 主婦っていうこ、あれは選挙の話ではなかったんだけど、私の認識はちょっと違ってますかね。ごめんなさい。私は家事も子育てもそっちのけで仕事ばかりしてきたなんて家庭を守る主婦の方尊敬します。ああ、それもあるね。わ <laughs> かる。<laughs> すごいと思う。あの、ね、足し手、足し世帯のお母さんとか、本当に尊敬しかできないみたいなところがありますよね。ということで、 う、あのー、ん,んちょっとですね考えた次第でしたねあのー、なんだろうね経済的に独立してないまあでも主婦主婦です、うん、まあい、うん、まいや <laughs> レアナさん働き始めてからは自分を主婦と思っていなかったなるほど由美さん私ああそっかさっきやうまく説明できないですヒロさんごめんなさい私がねうまくねあのー、ヒロさんのおっしゃりたいことはちゃんと理解できなかったあるすですああでも確かに私たち私はね自分自身が多分あの主婦ですって紹介されたらうん もやるかもな。なんか、うん。まあ、そうですね。だそこに、だか自分の、えぇ、ー、偏見というか、ひ、ひみがあるのかなと思いつつも、うんでも、社会でそういうふうに、こう、主人に従う家庭内にいる妻、 という概念で使われてるんじゃないかなっていう思いがあるからこそっていうことですかね？はい、えーとですね。<laughs> ごめんなさいです。松島さん、肩書き自由につけていいんだったら、東方と電通にパージされたってつけてほしいです。私だって。と松島さん、それはそれなんか。すごい大物感がある。あり ある、肩書きですけれども、そうなんですかすごいですね。そんな方に私、あの、ツイキャスでいつもフォローしていただけて大変光栄でございます。うとさんの先ほどの学校制度の話についてです。私は不登校の子にも、学校に通う子にも、選択肢が増えることが一番だよ。秘密基地がその一つになればいいけどね、と伝えております。それは私自身が不登校や引きこもりを体経験したからこそ思ったんですよね。うん、なるほど、なるほど。パージっっていうのはえっと松島 私のパージの認識というのはですね「あの排除」とかっていう理解なんですけど大丈夫ですかね <laughs> 排斥とかねえ赤月志殿さんかっこいいお名前の皆さんありがとうございます家庭を取り仕切っているの大抵女主婦過去女性なのになんで家の外で働いている夫過去男性が家長とか世帯主とか言われるのか謎うーん。 本当ですよね。<laughs> 私、あの、フェミニストなので、こういう話題、もうめっちゃ食いつくんですよ。あの、<laughs> はい。 はい。私も、そういう意味で、あの、し、赤月さんめっちゃ、あの、ありがとうございます。本当にあの、この話、またこう、こういう話、今後またしていきたいです。あの、ありがとうございます。えっと、私もそういう意味でパージという言葉を使いましたありがとうございます。ペーペーなのにパージされたんですよ。自分らの不祥事を人のせいにすると。へぇ、何しでかしたんだ、松島さん。きっとあれですね。あの、空気読まずに、なんか、大胆発言をされたんですね。 <laughs> 決めつける私過不調整の名残だと思いますそうですね過不調整というのはですねあの憲法改正の前にもうなくなった制度ではあったかなと思うんですけれども えー、今でも日本に色濃く残っているなと思う次第です。のんちゃん先ほどの不登校の子たち選択肢が増えることが一番だよというのは私もものすごく同感で自立をするっていうのが日本においては えー、他人に迷惑をかけないという意味でよく使われがちだと思うんですけれども今ここで見てくださっている方にあのこんなこと言わずもがななんですけど「ああんなおこそありがとうございます自立をする」というのは頼れる先をたくさん作るということだったりですとか、えっと、いろんな場所に自分が入れるところを作る甘えられるところを作るっていうことなのかなっていうふうに思ってます。 えっと、で、ナウコさんが来てくださって、私が、あの、さっき、その、のんちゃんの話で、あの、不登校の子供も、ん、えっと、学校に行けてる子供も、幸せだったら、それでいいよな、 目的はそこだなって自分で思い直した七尾子さんがこの間言ってくださった、あの、不登校でもそうじゃなくても、子供が自立できるんならそれでい、自立した子供を成長できるならそれでいいと思いますっていうコメントを半数していて、あ、そうだ、私自分のじ主眼の目的が、 あの忘れかけてたじゃないけれども改めて私の目的はそうだなって思った次第だったのでなおこさんありがとうございました松島さん自分の判断ミスでの赤字を人のせいにするためでしたあその自分のっていうのその電通さんとかってことそれはそれはやっぱり組織にいるとというかですねやっぱ自分の身の保身っていうのがね人間の弱い ところでございますよね。身のほしん、身のほしん。はい。普通の主婦と言われて立腹な人はいました。私は何とも思わないのですが、あとなおこさん、ありがとうございます。私は自分がえっ、ー、とですね、普通の主婦と言われると多分もやるんですよね。あのでこれがなおこさんと私の違いかなって思った時に結局自分がそれをあの選んで 自分で発言してるかどうかとか、なんかそういうことなのかなーって思ったりしてます。自分で選択してるのかとかですね。誇りを持ってるかどうかだと思います。あと、うん、どうかなそう、うん、そう、そう思う。はい。S さん、福島県議選を今日、今日投開票日なのごめんなさい、知らなかった。なんとあと10分で投開票じゃん。え あらま、すみません。推しはどなたですか教えてください。ということで、えー、もうそろそろ28分なので、えー、終わろうと思いますけれども、レオナさんはもやる、えー。ということでした。S さんじゃなかった、ヒロさんが言ってくださったね、話がね、ちょっとね、うん、理解できなくて申し訳なかったでした。ということで、えー、主婦のお話と、あと不当婚、不登校、 の子供というか、のお話、不登校についてのお話をさせて今日はいただきました。今日ほんと内さんのお話が、あの、結局、おこがましいについて考え、<laughs> 森本さんごめんなさい <laughs>。いや、ほんとでもねお、おこがましいっていうのはね、あれなんですよ。結局ね、まあ、この話また明日以降しますけれども、 あの自分ののこともままならならいのにその、社会とか学校の校則を変えようとかっていうことに、まあ、人のために動くなんていうのはじゃ自分自身のことがままなってないからこう時間がもったいないみたいなことも言ってて。 ででやっぱりその自分のことがまずできてからじゃないとできなくないみたいなことを言ってくれたのでああなるほどなそれもすごく一つの責任のある考え方なのかなと思いつつもこれを大きい大人が言ったら私はもうフリーライドだなって思うかなっていうことを考えました。 ということで、この話はまた今度、あの、明日以降させてください。なっちゃんさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ヒロさん、ハテナにさせてごめんなさい。s さんもハテナにさせてごめんなさい。<laughs> まっちゃんさん、情けは人のためならずという言葉の数もあるんですけどね。先ほども、まっちゃんさんおっしゃってくださった、高速は自分のためでもあるという言葉にもなると思います。結局、社会を、 作るっていうのは自分自身のためでもあるってことですよね。っていうことで、えっ、ー、と、また、また明日以降お話しさせてください。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。お疲れ